皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、3月の18日、20時37分、佳子様へのメッセージなんですけども、まあ、今日は、公務という声が聞こえてきていたので、まあ、公務なんじゃないかなと思っています。何かの人で公務って言われてるのとお手上げなので、本当にもう分かんないですよ、それだったら。佳子様自身が言ってるんじゃなくて、そのコンピューターの設定が僕もよくわからないんで。で、まあ今日、まあまあ、能登半島の、件がありましたし、石川県の星稜高校、春の選抜高校野球で、まあ、勝ち負けに取り組んで、勝ちましたと。まあ、それで出てきてくれるかなと、会いに来てくれるかなと。まあ、それとあと、行政の方たちですか、この間、動画で、まあ、助けてほしいということを、お伝えしましたけども、もう一台のパソコンの方の、動画をエクスポートする機能、それが、バグ混入で、やられてしまってましたなんですけども、それは、直りました。更新の、内容が来て、更新して、で、その後、動画、エクスポート、まあ、つなぎ合わせですね、してみたらできました。まあ、その内容を見てもらったら分かる通り、その、まあ、金属回収地点の意味合いの方が大きいですね。あとは、まあ、バイオマス発電の方と見てもらいながら、結局、小型のバイオマス発電所を作る、もしくは、バイオマスからの、その、メタンの、貯蔵タンクと、まあ、貯蔵しておく、設備、まあ、こういったものを作っていくっていうことになってくるでしょうね。まあ、建物を解体した後のところに。だまあ、まあ、周りの地形とかを眺めてみて、ゴミを、生ゴミをこう袋に入れて、まあ、もちろん、普通に皆さん生ゴミ出すとき、まあ、くくっていますけども、ああいうふうな形で匂いに漏れがないようにして、生ゴミを、そこの貯蔵タンクに、入れていくと。まあ、一瞬だけ匂いはするかもしれませんけども、まあ一瞬だけだと思いますよ。それをちゃんと係員を決めて仕事として、回収して、貯蔵庫に、入れてもらうと。そういう仕事を作って、まあしっかり管理しておかなかったら、虫が湧いたら大変なことになりますから。まあその辺のところで、まあ、下水処理場は日本全国に1500箇所ありますけども、それプラス生ゴミですから、まあ、貯蔵タンク自体は日本全国で、その、桁一つ増やして1万5000箇所ぐらいになるんじゃないですか。だからまあ、都市部の住宅密集地の近くのところだったら、100メートル×100メートルで高さ15メートルぐらいの貯蔵タンク。まあ、そこまで大きくなかっても、まあ、土地の空き方次第だと思うんです。で、それに合わせて、各地点に、作っていくと。で、生ゴミは生ゴミで、燃えるゴミは燃えるゴミでしっかり分けておくと。で、燃えるゴミの方はかまど発電で使用すると。まあ、こういうことになります。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。助かりました。エクスポートの件、本当に行政の方、SOS 求めてよかったなと思います。今後ともよろしくお願いいたします。